同志城準備、あと朝日工業というところで勤めています加山と申します。今日はですね、シーカンへの空間情報機能、拡張実装の試みということでちょっと発表させていただきます。スライドをこの前ドイツで発表したやつをそのまま使いますので、英語だったりします。はい、OSGOJP の、ボードメン、今年は理事になりました。あといろいろやってますが、朝日工業というところで働いてます。で、あと、何ですかね、IGIT というところの、プログラムを今作っていたりします。で、2013年に G8 がそのいわゆるオープンデータ検証というのを出しました。オープンデータ、まあ、いろいろ政府なり自治体が持っているデータをどんどんオープンにしていって、そのデータを使って、まあ、いろんな IT なりいろんな世の中のいろんな課題解決に使っていきましょうというのを世界的な規模でいろいろ動かし始めてきているわけでございます。で、多くの、まあ、そういう意味では中央政府がいろんな国の政府が政府の持っているデータを公開するサイトをいっぱい作ってきています。これ、まあ、なんだっけ、フランスですとかカナダですとか、ロシアですとかイタリアとかのサイトです。で、これらのサイトがみんな、使っているソフトウェアがCCANっていうデータカタログのシステムでございます。オープンソースでみんな使っているシステムで、まあ、要するにメタデータっていうそのデータについての記述をしたデータを、いろんな各データについて記述しまして、まあ、そのメタデータを使ってどういうデータがあるのか、どういうデータセットがあるのかっていうのを検索できます。で、それと同時にそのデータをここからダウンロードできたり API で利用できたり、リンクがいろいろついてたりしていることがあるので、ここで要するにどういうデータを政府なり自治体が持っているのかっていうのが分かるのと同時に、まあ、ものによってはそのデータを使えるというようなサイトでございます。例えばこれは典型的な例ですと、イギリス政府 のサイトでございますね。で、ここは大体元祖みたいな、新刊を使ってる元祖みたいなところなんですけど、まあ、ここでは空間データがあったりすると、まあ、地図で出せるというようなことがあります。これはアメリカ政府 の新刊を使ったサイトです。で、ここもいろんな地図が出せたりします。で、日本の政府も内閣幹部 のデータフィールド GOJP、 これも新刊で作ってます。あと国土地理院さんのクリアリングサーバース、これはメタデータだけですけれども、まあ、莫大な量のメタデータを保有して検索できるようになってます。で、しかしその日本 そのいわゆる政府の系のサイトでは実は、空間データを地図が、プレビューできるサイトのいろいろ機能がまだ出してなかったというところがございます。インプリメントしてませんと。で、それと同時にその日本の政府はオープンデータとは別にその空間情報系ですと、そのいわゆるその G 空間プロジェクトといいますか、 G 空間情報プロジェクトというのをずっと進めておりまして、まあ、要するに空間情報を使っていろいろな、まあ、防災ですとか、その東京パラリンオリンピック・パラリンピックに備えましょうとか、また世の中でその要するに空間情報を本当に流出させてうまく使っていこうというのを、いわゆるその象徴をまたいで、いろんなプロジェクトがたくさん並行して出てきてます。これは、まあ、いわゆるオープンデータの動きとはまた並行してあるというところでございます。で、まあ、そういうのがあといろんなシステムがあるんですけど、まあ、そういう中で、いわゆる、まあ その基盤システムを空間データについての基盤システムを作りましょうというそこの部分、今日そこの部分についていろいろあります。で、2014年から2015年にかけて、総務省がさんの方で、G 空間プラットフォームというものを開発するというそういうことがされております。で、ここに対しては NICT さんと、日立さんと、あと、まあ、東京大学さんというのは、ここの3社で、3つのグループで、この開発をやってました。で、
ここの中で、私は実は結局そのオープンソースを使って、こういうあの空間データを集めるサイトを作っていきましょうという、まあ、このプロトタイプの中でオープンソースを使いましょうという話になったので、私自身はそこで、まあ、オープンソースとそれだけ地図部分をどうやって使っていきましょうかねというところで、仕事をさせていただきました。で今年はですね、国土交通省さんの方で、じゃこのシステムを元にして、それをじゃあ公開して動かしていくっていうことが今準備されております。でこれをやるのが、社会基盤情報流通推進協議会というその、一般社団法人がありまして、ここが、それをこう受け負って、その作業をやることになっております。で私もまあここの中で、今いろんなそのシステムの調整なりシステムの開発なりを今やっております。でまあまあ、そこで動かしているシステムが、まあ、一応いろんなこういう形になりますが、ここの元になっているのが C 館と、ドゥルパルというCMS を組み合わせたシステムになってございます。でいろいろで、まあ大体概要を見ますとアパッチが元になって、 C 館とあといろいろブラウジングをかけるためのリーフレット、あとソラーっていうのは全部検索エンジンですね。こことあとデータベースと、まあまあ、データ加工用の、ライブラリー、それとそのいわゆる地図を描画していくための、13番でございます。まあ、これ単純につないでますが、これをクラウド上でどういうふうにつないで、例えばいろんな構成をかけていくというところで結構いろいろ今回いろいろやりました。で C カムのデータシステムをデータカタログとして使っておりますが、ここの中ですね、 C カムの中でいわゆるその空間情報を扱うための C カムのサブモジュール、エクステンションという言い方をしていますが、こういうものを、まあ、大体使っています。で C カムエグゼットスペシャル、ここが空間情報を C カムの中で使うところと、あとジオビューっていうのは C カムでその上で空間系のメタデータ そのいわゆるプレビューをかけるところ、あとレクライビューっていうのは、まあ、CSV のファイルを空間的に見せたり表にしたり見せること、それとあとシガレッドベースマップっていうのあたりは、これは国土地理院さんのなんだっけ、カタログサービスの方で出てきましたが、いわゆるいろんな地図 の背景図に地理院地図を使う形でこうやってここを改造したものが国土地理院さんが使っていたものがあって、それをちょっと転用させていただいたところもございます。でプロトタイプシステムを作るにあたりまして、いくつか、こういうものを作りました。だからプレビューのファンクションがちょっと結構いろんなデータの形式ごとに、まあ、どういうふうにプレビューしていくのかっていうようないろんな機能をつけました。それとデータを加工するようなシステム、データの形式ですとか座標系とかそういうものを変えるようなためのシステムを GDAL-OGR、 これはオープンソース のデータの加工のライブラリでございますが、これを C 環上から呼び出して C 環の中に入っている空間リソースに対して変化をかけると、そういうようなシステムを作っています。それとウェブのマップ、まあ、プレビューを単体でプレビューするだけじゃなくて、いろいろ、データを複数のリソースを重ねて表示するためのウェブのマッピングシステムを、そこに C 環と連携して、使えるようにします。それとあとその他には、データのいわゆる購入をする機能、いわゆるオープンデータ、無料のデータだけじゃなくて民間企業なんかが売っているようなデータをこのカタログサイトの中に入れた時、その中で選んで、それを購入するものによってはクレジットカードで決済するような機能を、作っています。で、プレビューのファンクション、これはいくつか WMS のプレビューがいくつかバグが入ってましたので、それをデバッグかけましたのと、あと KML とかジオジェーション、あと CZML っていうのはですね、セシウムで表示するための、3次元だったり時間の列が入っているようなデータがありますが、まあ、セシウムをここの中にちょっと入れちゃってフレームで出しまして、 CZML も、プレビューできるようにしました。あと、地理地図をバックグラウンドと地図に利用できるように、拡張をかけています。それからこの辺りはGDAL-OGR を使いましてデータの変換なり編集をするようなシステムを、インプリメントかけました。
これは、まあ、いろいろ C 館の中に入って、まあ、リソースを選びまして、で変換のメソッド と、あのパラメータを指定して、Go ってやりますと、まあ、いろいろやります。で出来上がったデータをどういうふうにまた再利用できる薬のようにするかってとこがちょっとまだちゃんとモデルができてませんので、とりあえずあの変換結果のデータは、サーバー側に、まあダウンロードできるような場所を作りまして、そこに置きまして、その URL をユーザーに対してメールしてあのダウンロードしてくださいというあの今のところ、あのアプリケーションにしております。その他にはいわゆるウェブの地図を、いくつか作っておりまして、そのウェブは、まあ、リフレット上を使ってますが、ここに C 環上のリソースをいくつかまとめて持ってきて、要するに全然別々のところから持ってきたリソースを、重ねて表示できる、あと、まあ、いろんな透過率を変えたり、するようなことができるようになってます。まあ、要するにあの表示したいリソースをこういうところから選んで、それで、まあ、いくつか選ぶと、まあ、こういうところに表示できるという形になってます。でこういうようなあと、まあいくつか の、 あの、企業が持っているような、例えば1枚いくらだとか 1年間利用したらいくらとか、そういうような空間データをここで選んで、検索して選んで、その上であの購入できるような機能、それは、まあ、今回作っております。一応あの、今現在ちょっと仮公開してあるサイトでも、クレジットカード決済ができるようになってますので、今日データを買いたい方は動かしてみるとちょっとなんか買えるかもしれません。まあ、大体ちょっと本番とは少し、これはプロトタイプですけど、まあ、どういう範囲のデータを買いますかみたいなのを選んで、まあ見積もりが出て、まずあの決済でいくというか、まあ、いわゆるカートのシステムですね。そういうものを、ね、追加しております。でこれからのプランというか、まあ、ちょっとこれあのこのプレゼン自体最初8月ぐらいに書いたもののやつなんですけど、今もう11月になってちょっと変わってますが、このシステムを要するにこのノベンバー、要するに今月ですね、今月で正式運用するようにしたい、予定としては Z 空間エキスポの時 に正式運用を始めるという予定になっております。それから、いろんなその、まあ、購入用のシステム、この8月の段階でまだ購入用のシステムがちゃんと動いてなかったんですけど、それをちゃんと動かすようにするというところがあります。今大体データの種類によってちょっと選び方がいろいろ違うので、それでちょっと今苦闘してますが、まあ、ものによってはちゃんと変えるところができてます。それから、プレビューとかオーバーレイとか、いろんなそのデータを、あといわゆる時間軸のあるようなデータをいろいろプレビューなりオーバーレイして表示できるようにする。これがまあこの段階ではあまりできてなかったんですが、結構種類ができてまして、そのいわゆる例えば自動車の動いているログですとか、携帯電話がのいろんな動いているログなんかで、これ販売用のデータがあるんですけど、その一部を、動いている形でプレビューしたりオーバーレイ表示したりすることが今できるようになってます。まあ、あとそうですね、これが Z 空間情報センター運営開始記念シンポジウム、これが Z 空間、エキスポの初日あります。でここの時が、一応運営開始という、 Z 空間情報センターという名前で、このシステムを運用開始する予定でございます。まあ、こういう、今こういう URL で、一応プレオープンで動かしております。それから、私その他で言いますと、QGIS のコミュニティのメンバーというんでございますので、 QGIS について少し言及させていただきます。で QGIS にはですね、実はC カンブラウザーというこういうプラグインがあります。これがちょっとすごく出色とか、いいますか、これで C カンブラウザーでのプラグインで URL を設定して C カンに対してアクセスすると、 C カンの中に入っているこれがそのサイトに入っているカテゴリーとかデータセット名とか実データとかっていうのを、こういうふうに C カンブラウザーの中から QGIS の中から C カンに対して検索することができます。これがものすごいところでございます。でそれをするとですね、 C カンの中で QGIS の中で、そこから例えば C カン上にあるデータを例えば自動的にダウンロードしてきたり、 WMS とかサーバー系のデータっていうのは、その URL を直接
さっきのところから、それは QGIS のそのデータのレイヤーとして取ってくることができます。ですので、これはすごく重要なのは、要するにカタログサービスとして指管がある。で、指管の中には、要するにどういうデータがあるのかっていうのが分かるだけで、それは実際はどう利用するかっていう部分は、そのデータをどう利用するかっていうところは、また別の話なんですね。で、そこは要するに C 管に入っているデータを利用するためのまあものすごくいわゆる最良の機能いわゆるとして QGIS がまあそういう意味では C 管と連携して使うとものすごく便利に使えることがございます。で、だからはい、すみません、大体申し上げます。だからですね、QGIS っていうのはそういう意味では C 管と一緒に使う時の、ものすごい素晴らしいシステムだというふうに思ってますが、新しいバージョンになります。ですのでカタログとか要するに基盤の部分とそれを利用する部分で、その他にも、サーバー側でウェブでいろいろ使うようなところに、データを出していくとかそういうことがあると思いますが、ぜひその QGIS と C管ブラウザーを使ってこういう C管と連携して使うということをやってみていただけるといいと思います。で、今日はそこの、入り口 のテーブルのところに QGIS の Q というここにありますね、この QGIS の本物のステッカーを置いてありますので、ぜひ皆さん持って帰っていってください。これが QGIS 本家からもらってきましたステッカーですので、ぜひC 管と一緒に QGIS を使っていろいろ空間情報をうまく使うというところをやっていただけると楽しいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、これで私の発表を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。